ウクライナの地において第二次世界大戦後から遡ってみても、最大規模の戦車戦が起きているよ。これまでロシア軍は今回の特別軍事作戦において130両も失ってしまい、ついに旧式戦車とゾンビ兵も使っているとの話だな。どうやらこの裏側には深い意味があるみたいだね。さて今回はそんな戦車戦やゾンビ兵について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。特別軍事作戦を決行したロシア軍は全ての戦力においてウクライナ軍を上回っていたんだけど、相手を甘く見ていた上に戦術が裏目に出て兵隊や装備品において大損害をかぶっており、特に西側諸国の脅威であった大量の戦車軍を次々に撃破、あるいは露覚されたことは大きな痛手となっているよ。ロシア軍は旧ソ連陸軍以来の伝統的ドクトリンとも言える、戦車部隊を中心とする多数の機械化部隊の突撃によってウクライナ軍を簡単に一蹴できると想定していたけど、2023年2月にウクライナ南東部のウグレダールの地で起こった大戦車戦において、ロシア軍は戦車や装甲車などを130両以上も撃破され、戦車戦史上においても稀に見る負け戦を経験してしまったってわけ。イギリスの国際戦略研究所通称 IISS が2023年2月15日に公表したミリタリーバランス2023年版において、開戦後1年でロシア軍が失った主力戦車 T72、T80、T90 が2000から2300両に達したと記されており、この数は実戦配備されていたロシア軍主力戦車の半数に上り、ロシア軍はその補充が進んでいない状況にあると分析したね。また、インターネット上に流出している動画や画像などの視覚的証拠から損害などを推察するオランダの防衛分析ウェブサイト OX でも、直近1年間で確認されたロシアの主力戦車の損失数が約1800両となっており、実際の損失戦車数は IISS の分析と同様に2000両以上に上ると公開しているぜ。このままのペースで消耗が続いていけば、ロシア軍が現在保有する戦闘車両の在庫が枯渇してしまうほど損害が進むよね。だからこそロシア政府は戦車メーカーのウラルバゴンザボドと、オムスクトランスマッシュに損失した分を補填するために増産を命じたんだけど、両者では新しい戦車を大量生産する能力と部品が不足している状況だよ。ロシア中部のスベルドロフスク州に本社を置くウラルバゴンザボドは、新型の T72B3 や T90M を生産している戦車メーカーなんだけど、その生産スピードは1日20台が限度としており、ロシアのリベラル系メディアノーバヤ・ガゼータ紙によると自国の軍需産業における戦車生産能力は年間に250両以下とされていて、その損失に供給が追いついていないことを物語っているみたい。また前としたミリタリーバランス2023年版によると、ロシア軍がウクライナへの特別軍事作戦を決行する前の主力戦車保有数は約1800両となっており、その内訳は旧式の順に T62 約150両、T72 約1150両、T80 約200両、T90 約300両と記されていたぜ。これら IISS や OX の分析を信じるとすると、ロシア軍は当初配備していた戦車をすべて失い、損失に生産が追いつかないため保管在庫を回していることになり、実際に旧式の T62 が最前線に現れてウクライナ軍に露覚されてしまっているな。ノーバヤ・ガゼータ紙など様々な情報をまとめると、ロシア軍には有事用備蓄としている戦車の保管在庫が T72、T80、T90 を合計して2万両以上あるとされ、その数だけで見ると、これまでの損失を補っても溢れるほどの戦車が保管されていることになり、ウクライナ軍に西側諸国の主力戦車が供与されても十分に対抗できるのではないかと判断してしまうよね。しかし、実際は戦車の保管状態が劣悪なものが多く、金属部分に錆が発生していたり、ゴムなども劣化していたりするため使用するためには交換が必要とされ、標準装置などのデリケートな光学機器なども野ざらし状態になっているらしいよ。それらのうちで稼働できるのは、
新型の T90 は問題ないとして T80 でも3000両とされる保管在庫の2分の1程度とされ、6900両あるとされる T72 に至っては3分の1程度と見られ、稼働可能な保管在庫戦車は4000両程度であると見積もられているな。この1年でそれら在庫のうち状態の良いものから1000両ほどが整備も完了して戦地に送り込まれているようだが、現在はパーツなどが不足していて現役復帰させるペースが鈍化しているらしく、この先は部品を入手するための共食い整備などが増えることも予想されているぜ。このような状況でも西側諸国が警戒しているのはロシア軍の戦車戦術の転換で、それは歩兵部隊において未熟な動員兵を配属させ、旧日本軍の特攻作戦のような神風戦術を戦車部隊にやらせて突っ込ませることだね。ロシア軍の戦車保管在庫には T62 よりもさらに旧型となる T54 や T55 なども含まれていて、冷戦終了直前のミリタリーバランス1990年版では旧ソ連軍の戦車保有数は約6万2000両もあったとされ、それらをゾンビ部隊のように蘇らせることで戦車の圧倒的な数量でウクライナ軍戦車部隊を叩く戦術ってわけ。ミリタリーバランス1990年版によると旧ソ連軍の戦車保有数は T54 および T55 で約19320両、 T62 約11300両、 T64 約9700両、 T72 約10000両、 T80 約4000両と記されていて、これらは冷戦終了後に独立した共和国に分配されたが、そのうちの約 70% はロシアが保有し、NATO 加盟国の合計保有台数の約1万8000両をはるかにしのぐ数だよ。ロシア軍の T62 は標準装置などの近代化改修を施して戦地に配備されているけど、かなりの数がウクライナ軍に露飼されてしまい、今後その割合が増えていくことも鑑みて、近代化改修がどこまで進められるかは不明で、そのような旧式戦車では西側諸国が供与する M1 エイブラムスチャレンジャーにレオパルト2といった第3世代主力戦車との戦車戦を勝ち抜くことは難しいんじゃないかな。しかし、旧日本軍の冷戦が軍艦に突っ込む特攻作戦のように、西側の主力戦車1両に対して数両の旧式戦車を突撃させるほか、竜の葉やキルゾーンを活用しておとりとなるゾンビ戦車部隊を犠牲にしながら西側諸国から供与された新型戦車を運用する戦車部隊を誘い込んだところに、集中砲火を浴びせる戦術など、数に物を言わせて映画バイオハザードに出てくるゾンビのように破壊されても次々に戦車を投入することで、恐ろしいほどの犠牲を出しつつウクライナの新戦車部隊を消耗させれば圧倒的な勝利を得ることも可能だろうな。そこでロシア軍が注意しなければいけないのは、ウクライナ軍の榴弾砲やハイマースなどのマースから発射される GPS 精密誘導ロケット砲や、歩兵部隊の携行式対戦車ミサイルジャベリンによる攻撃であり、これらによってウクライナの土地がロシア兵とロシア戦車の墓場となってしまうことだよね。あとは戦車数で圧倒したとしても、戦車を動かす兵員の操縦訓練が追いつかず満足に動かすことができないのではないかと指摘されているよね。まあその辺は民間軍事組織ワグネルや新ロシア派の人員なども投入すれば十分に賄えると思うぜ。そもそも砲弾を手動で装填する旧式戦車を運用するには指揮を取る戦車長が1名、射撃をする砲手が1名、砲弾を装填する装填手が1名、そして戦車を操縦する操縦手が1名の合計4名が連携しなければ威力を発揮することができず、経験としても車長が約7年、砲手で約5年、操縦手は約3年、装填手でも約1年の訓練を要するらしいが、これはあくまでも一般論であるので惑わされてはいけないな。対するウクライナ軍でも不慣れな西側戦車を運用するのに同様のことが言え、戦車搭乗員の練度が同等であれば、ロシア軍が数で押し切ることができ、西側諸国が支援疲れをしている今こそロシアの攻め時でもあると考えてよいだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。